お疲れ様です。まあ親知らずも大変ですけども、今インドでね、すごい大規模な列車事故があったみたいですね。3本の電車がこう絡んでダーンってなって、その福知山線の事故があったでしょ。あれよりもかなり大きな、でもすごい人が集まって、もうテントとか張ってね、なんかそこで多分野戦病院みたいになってるんでしょうね。もう300人近くがもうその場でお亡くなりになっていて、怪我をした方も1000人ぐらいいるっていう、とんでもない人数になってますよこれね。インドのナレンドラ・モディ首相は、責任者は厳正に処罰すると述べたと。ということですね。あとはガーシー帰国で即逮捕みたいなね、なんで戻ってくるんでしょうね。まあでもガーシーね、逮捕されたにしても次の衆院選、参院選両方とも多分立候補できるんで、当選するでしょうね。なんか有名になる一方なんで。いってらっしゃい。